皆さんこんにちは、レッドグルーバーの宮脇です。ということで始まりましたレッグルチャンネル、約2年ぶりでございますが、皆様この2年間いかがお過ごしでしたでしょうか。2022年の1月に相方の和也くんが、レッドグルーバー、いわゆるレッグルチャンネルね、このチャンネルを一旦休止するという風な声明の動画を出させてもらって以来、2年ぶりに私このチャンネルでこうやって喋ってるんですけれども、皆様この2年間いかがでしたでしょうか。本日は、この2年間どのようなことを宮脇がしてたかっていう風な部分と、なぜこのように今喋ってるのか、なぜこのタイミングで、レッグルチャンネルが復活するのかっていう風なお話をですね、2つさせていってもらいたいという風に思います。はい、ということで2022年にレッグルチャンネル一旦休止という風な形取らせてもらうような形に、結果的になってたんですけれども、なぜ和也くんが休止することになったかというのは、前回の動画、2022年の1月に上がってる最後の動画、上にリンクでもつけておきますね。どっちかから飛べるようにしておきますけれども、こちら見ていただければというふうに思うんですけれども、そっからですよ、そっから今日2024年の今がこれ3月の後半か4月の初旬に上がる予定なんですけれども、何をしていたのか、まあ噛んでるよ、久しぶりに喋ってるから、何をしていたのかっていう風な部分ですよね。はい、まあ結論からお伝えしますと、2022年以降ですね、私は音楽活動というのは一切しておりませんでした。配信活動もしておりませんし、楽曲提供なんかもしておりませんし、アーティストとのコラボ、あとはキャスティングのようなもの、こういったものも一切してないような状況でございました。何をしていたんだろうお前はっていうふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私は音楽以外の部分で、事業構築をいくつかさせてもらったりとかしてたんで、そちらの方をですね、成熟させるというふうな部分で頑張らせてもらっておりました。頑張っている中でもですね、成功もありましたし失敗もありました。もしかすると失敗の方が多かったんじゃないかな。もう 9.99 割以上が失敗、もしかすると 100% 失敗なのかもしれないな。いや、もっと言うと失敗なのか成功なのかっていうのを今ここで語るっていうのは、もしかするとナンセンスなことなのかもしれないんですけれども、一つ言えることは、この2年間で、私は大きく成長したんじゃないかなっていう部分がまず1点目です。そして、この2年間で気づいたことの2点目としては、やはり私は音楽をやっていく、音楽家という風な道というのもですね、続けていくべきだという風なことに、気づきました。はい。はい、気づきました。うん。で、どういうことかというと、和也くんと組んだこのレッドグルーバーっていうのは、イホッソっていう名前で2010年に結成したんですよ。つまり10年間、和也と一緒にこの活動をしてきてた。クラシックギターデュオとして、わけなんですよね。これ思ったらすごいですよね。10年間ですよ、皆さん。小学校卒業して、中学校卒業して、高校1年生になるぐらい。うん、すごい時間ですよ。すごい時間ね、レッドグルーバーとして活動してきてたし、いろんなコンテンツを作ってきた、いろんなアーティストともコラボしてきましたし、いろんなことをしてきましたね、わけなんですね。つまりは、その間ずっと私の生活には、音楽がめちゃめちゃ身近なところにあったというふうなわけでございます。それが、コロナであったりとか時代の流れ、こういった部分があって、できなくなってしまった。というふうなところなんですね。で、結局まあしないような状況っていうのがまあ2年ぐらい続いたわけなんですけれども、その間もう本当にいろんな人たちにね、音楽またやらないのとか、やってよとか、新曲出してよとか、レグルチャンネル動かしてよとか、もうそんな声をね、もう数え切れないぐらい聞いたわけでございます。そして私は普段から生活している時からね、音楽に本当に助けられているなと、私の心の静寂というグラスを満たすワインというのが音楽じゃないかな、みたいな。うん、ちょっとかっこいいでしょ。うん、それぐらいにね、思ってたんです。本当に、コロナ禍でもう気もめいってしまうし、やることすべてがね、うまい方向に行かない。もうこの場、もうこのね、YouTube なんでちょっと弱音出しちゃいますけれども、もう散々だったんですよ、この2年間。本当に私その散々でね、もう本当にどういうふうにしたら生きていけるのかな、とかね。もう半分鬱になりかけてたというか、鬱になってたんじゃないかな、うん、って思う。うん。で、あんまりここでは言いたくないけど、プライベートとかでも本当に良くないことばっかりが続いてね、本当にまあ散々だったわけなんですけども、そういった時にやっぱり音楽に助けられてる自分っていうのがいたんですね。
はい。これは確実に言いました。今そこにもギターありますしね。うん。音楽に助けられてる自分がいた。そんな中で、やっぱクリエイターとして、音楽家として、演者としてね、もう一回ちょっと、もう一回というかね、活動を、ゆっくりではあるけど、まあ、再開してみようかなというふうに思ったというふうな経緯がございます。はい。で、今までクラシックギターデュオとしてやってきてたんですけど、私としては、もちろんアコースティックな音楽も大好き。だからまあここまで10年間やってきたんですけれども、レッグルチャンネルシーズン2としてね、ポップスというのかな、エレキギターとか歌とか、こういったものが入ったような音楽をね、コンテンツとして提供していきたいなというふうに思ったわけでございます。なので、カズヤくんはまだ帰ってきはしないんですけれどもね、レッグルには。だけど、レッグル宮脇として、私がいろんなアーティストさんとコラボさせてもらったりとか、今回一発目またこの後に動画出させてもらうんですけれども、プロデューサーさんに入って、コラボさせてもらったりとか、うん、そういった形で、活動を再開していこうかなと。そんな中でやっぱりこう、レッグル宮脇のカラーっていうのがね、新たなカラーね、今までのカラーじゃなくて、新たなカラーというものが出てくるので、そこに対して、皆様が感動してくれたりとかいいなぁと思ってくれたら私は幸せだなというふうに思います、うん、そういうふうな気持ちでレッグルチャンネル再開していこうかなと思います、うん、そうだね、再開していこうかなと思います、うん、そしてまあ去年ぐらいからレッグルチャンネルをこう見てくれてる人たち、登録してくれてる人たちからしてみたら動きがあるなっていう風な部分は感じてる部分があったと思うんですけれども、今までの総集編として今までのレッグルチャンネルの動画というのを短編のショート動画にしてですね、まあぼつぼつこうアップさせてもらったりとか、あとねレッグルの3枚目のアルバムで豪傑っていうアルバムが CD の版のやつであるんですけれども、これをですね、再リリースという風な形で、もう物は作らずにね、配信限定という風な形なんですけれども、もう CD のジャケットも CD じゃない、配信のジャケットというのも全部変えて、全く新しいものを、レッドグルーバー、豪傑、括弧復刻版という風な形で、各種プラットフォームで販売しております。上の方にリンクとかつけておきますので、ここから飛んで購入できるので、飛んで、聞いていただければと思います。Spotify とか入れてる方、ぜひともね、どんどん、聞いてヘビーローテーションしていただければと思います。もう気軽に聞けるようなね時代になってるんですよ今は。うん、これ聞いていってもらえればと思います。まあそういうことも続けさせてもらってたのは、その時からね、もう去年のだから12月ぐらい、うん、去年の12月ぐらいから、ちょっと YouTube 再度始動しようかなと思ってたので、そのような動きを取らせてもらっておりました。うん。レッグルチャンネルシーズン2、これまでのレッグルチャンネルとはもう全く別のね、今までやってなかったこととかどんどんやっていきたいと感じておりますので、皆様本当に楽しみにしてもらいたいという部分と、温かくレッグル宮脇を見守っておいていただければと思いますので、引き続き、レッグルチャンネル再始動しますけれどもよろしくお願いいたします。そして今までは、今までというか、和也くんとやってたレッグルチャンネルは、1週間の2回の更新だったのかな。水曜日と金曜日の20時に、レッグルチャンネルを更新するという風な形で、結構な更新頻度ですよね。よく頑張ってたなって思うんですけれども、そんなスタンスでやってたんですけども、ちょっと今回私一人というのもあって、なかなか、うん、まあ、1ヶ月に1本ないし、日本あたたな、うん、1ヶ月に1本ないし、2本、動画を出していければいいかなっていう風な程度からのスタートにはなりますけれども、まあ、ご容赦いただいて、楽しんでいただければと思いますので、宮脇は生きてるぞ!またね、アーティストさんとか、プロデューサーさんとかとコラボしてきたりとか、今までにない着眼点、今までにないアプローチをしていきます。そうしていることは、ワクワクドキドキするようなコンテンツを皆様に提供していきますので、ぜひとも今後とも、レッグルチャンネルシーズン2を、そしてレッグル宮脇を、そして、休止しておりますカズヤをね、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ということで、本日はこのあたりでバイバイしたいと思います。またね、近々コンテンツも出るので、
ぜひともチャンネル登録をしておいてください。チャンネル登録とね、通知ボタンをオンにしておいてもらえればと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。以上、レッドグルーバー、宮脇でした。